土佐電気鉄道7型電車は土佐電交通が保有する路面電車車両の一形式である。2014年10月1日付で土佐電気鉄道が高知県交通土佐電ドリームサービスと経営統合し、新会社土佐電交通による運営に移行したのに、伴い土佐電気鉄道から土佐電交通に承継された。開業翌年の1905年に製造された7。 ガタを1984年に復元したレプリカで、翌1985年には、維新号の愛称が付けられた。1984年、開業80周年記念事業として制作された7、ガタのレプリカである。土田では、高知大空襲で、戦前の資料の多くが失われており、7型の図面も保管されていなかったため、大阪市交通局の資電保存館に保管されていた。 同時期の電車の図面を元に新たに図面を作成し、製作している。車体は大阪車両工業で製造し、塗装や内装工事などは自社千寄町工場で実施している。台車、機器などは廃車合意の車庫に置かれていた9 3 0 0 k 3 2 1の部品を流用している。車両番号は7となっている。戦術のように図面はオリジナルではなく、 防火場の検知から、車体は構成であるが、明治時代の電車に見られた特徴を再現しており、窓枠、日よけドア、一部の内装材などは木製としている。両端にオープンデッキの出入台を設け、出入台の間に窓が10枚ある。出入台のドアは、奈良材を使用し、安全のため自動ドアとなっている。屋根は、モニタールーフと呼ばれる端部を切った2段屋根で、 屋根の明かり取り窓の一部は換気のため開閉可能となっている。前面上部に手動式の方向幕前面下部に救助網を装備している。車内は白熱灯照明で木製の日よけ用格子窓を備えている。天井板は木目プリントを施したアルミデコラである。冷暖房装置は設置していない。ワンマン運転には機体用である。 戦術のように321の部品を流用している。300型は7型を1954年に交代化して製造した車両で、321は7型の22を改造したものである。台車は二軸端台車で、制御方式は直接制御式である。終電装置として屋根状にビューゲルを備えるが、ダミーのトロリーポールも取り付けている。なお当初は、 トロリーポールによる終電を試みたが、ポールが外れた場合に河川を切断する恐れがあるとして運輸局が難色を示し、ビューゲル終電に変更した経緯がある。このため遊戯施設扱いは別にして、日本の鉄軌道における最後のポール終電となった、京福電鉄営山平坦線、クラマ線以来となる、ポール終電の復活はならなかった。ブレーキは、 非常中継弁付き直通空気ブレーキであるが、運転台脇にダミーの手ブレーキハンドルを設置している。1984年12月6日から営業運転を開始した。当初は毎週土曜日や毎月15日などに定期運行され、その後も定期的に運行されたが、2009年に IC カード、乗車券、デスカが導入された際、IC カード対応機器が設置されず、 定期運用を休止している。ありがとうございます。